あの推理キャラのなるほどとさ、ヒロインの迷いちゃんとさ、腕っぷしキャラの糸の子さんでいい感じのスリーマンセルになるんだけど。お疲れ様です、ムービンです。今回も逆転裁判 1,2,3 やっていきたいと思います。前回のパートはなんとかね、2度目の法廷編を乗り越えました。で、前回ね、あんま分かってなかったことが多い。やっぱ決めつけは良くないんですけど、あのキュータ君のね、あの写真ファイルに殺害時の写真があるって勝手に勘違いしたり、まあいろいろと思い込みがねあって、まあ運ゲーで前回切り抜けたんで、今回から証拠集めまたですけど、思い込みをね、できる限り捨てたいと思っております。というわけで、なるほど法律事務所からスタートです。ふぅ、今日は危なかったですね、千尋さん。うーん、そうなんだ。私も見たかったな。戻ってる。ピンチじゃなくなったからか。まあ、迷いちゃん。ねえねえ、結局どうなったの？なんとなく犯人の目星はついてきたよ。あとは証拠と、動機かな。そうね、動機があんまり見えないで、多分スタッフの子が知ってた、なんか昔こういうことがあって、その胃袋さんの人気が落ちちゃったエピソードとかが多分鍵を握ってるんじゃないかなって思います。へえ、すごいな。わかんねえ。序判法廷のシステムでは明日が最終日。あ、なんか、俺わかんないですけど、ある一定の期間までに絶対有罪か無罪か決めるみたいなシステムなのかな？あ、今から説明してくれんのかな？聞いたことない 2,3 年前から始まった法廷のシステム。要するに犯罪の件数が多いからさっさと片付けよって制度。その制度だと裁判って3日で終わっちゃうの？まあとりあえずはね。そういうことだから早速行こうか。行きましょう。また話すことはある？あ、ありますね。話しては行きましょう。なんで胃袋さん殿様の着ぐるみなんで盗んだのかな。やっぱなんか殺そうとしたんじゃない？この人も、この人も、うん、誰かを殺そうとして、その濡れ衣を、ニボサブさんに着せようとしたんじゃない？え、あれって胃袋さん入ってたの？そうなんだよ。で、でも胃袋さんって被害者でしょ？なんでわざわざそんなことを？その答えはこれから見つけるんだよ。監督のアリバイ。監督たちの証言はどうなったの？監督やプロデューサーたちがコテージにいたことは間違いない。そうなんだ。でもだからこそ犯人は彼らしかいないんだ。え、どうして？殺人現場は実はコテージのある第二スタジオだったんだよ。ここまで驚かれるとなんかやりにくいな。そうだね、全然知らんのだもんね。なんか気づいたことない？私、お姉ちゃんを呼び出している時の意識がないんだ。気づきたくても気づきようがないんだ。ごめんね。うん。ちょっと、ニボサブさんの話でも聞きに行ってみようか。ニボサブさんか。で、ニボサブさんだから留置所に行くのかな？移動しましょうかね。留置所、はい。ニボサブさん、なんか知らん？はい、面会室来ました。なるほどさん、今日も行かしてましたね。あ、ありがとうございます。売るんだ瞳はやめてください。へえ、なるほどくん、行かしてたんだ。失礼なにやけ面もやめてほしいな。ニボサブさん、とにかく残すは明日一日だけです。頑張りましょうね。は、ああ。と言って、僕に何ができるというわけでもないんですけど。まあ私もそうなんですけどね。あははじゃないだろ。まあじゃあ話していくだけ行きましょうね。姫神さんのこと何か話してもらえますか？ああ、あのプロデューサーの方ですか。あの人は業界で天才と言われてる人です。天才。エイトに来てからもう5年ぐらい経ちますけど、今じゃあの人には頭も上がりません。どうしてですか？あの人はここに来てから立て続けにヒット作を作って、当時潰れかけていたエイトを見事蘇らせたんです。それに何ですか？いえ、何でもないです。僕も噂しか知らないんで。噂教えてください、それ。宇佐井監督ってどんな人ですか？あの人はこれまでマイナーなビデオ作品ばっかり作っていたんです。それをあの姫神プロデューサーが目に留めて、殿様の話を持っていったんです。おかげで宇佐井監督は今じゃ有名人です。監督、プロデューサーには頭上がらないみたいですよ。まあ、台本持ってこいって命令もされてたしね。彼女の言うことなら、何でもはいはい聞いてます。何でも、今何でもする。やめときましょう。はい。目に浮かぶなぁ。胃袋さん。胃袋さんのことなんですけど、昔あの人大スターだったじゃないですか。急に名前を聞かなくなっちゃったんですけど。なんでだろうね。理由があるっぽいぞ、ここには。ああ、僕もあの人に憧れてこの世界に。あの人、大きな仕事をしなくなったんですよ。そしてこのエイトで小さな作品に出るように。
どうしてなんですか？私、武者震いの夏の続編、楽しみにしてたんですよ。イブクロさん、スターの座を降りたのが5年くらい前なんですよ。考えてみると、ちょうどその頃なんですよね。姫神さんがエイトに来たの。5年前。何か繋がってるか？何か突きつけるもんあるかな？ないかな。ちょっとないか。デジカメとかね、見せてもな。これとか見せたらなんかある。にぼさん、これ。何ですかこれ。身に覚えのない殿様がたくさん並んでますけど。遊園地とかショーに出てる殿様です。ファンの男の子がたった一人で集めたんですよ。こういうのを見ると、頑張らなきゃって思います。だよね。わかるわ、そういうの。カメラはいいかな。カメラは特に何もないですね。まあ、じゃあ別の場所移動しましょうかね。おばちゃん。お久しぶりやで。なんか結構仲良くなった感じはあるけど、どうなんすかね。どうした？静かになっちゃって。おばちゃん？来たよ。おばちゃん今日は静かだね。いつもこうだと、この撮影所も平和なのに。ぼーっとしてる？おばちゃん？ちょっと張り合いがないね。まあね。今なら詰め所の羊羹食べても大丈夫かも。おばちゃん、どうしちゃったん？食べたらハッタホス聞こえてたんかい。ああ、よかった。生きてたよ。おばあちゃん、話しようぜ。姫神プロデューサーのことですけど、エイトのお偉い方は、あの女を気に入ってるからね。あの女の思い通りにならないことはないよ。苦々しい口調だ。嫌いなんですか？プロデューサーのこと。あの女のことは話せないよ。撮影所の人から言われたから。まあ、言うの辛そうやね。なんか、権力って怖いからね、ほんとに。うざい監督。うざい監督ですけど、あいつは姫神の言いなりに動くふぬけた男だよ。どうも、姫神にいじめられるのが嬉しいみたいだね。気持ち悪。なんでいじめられるのが嬉しいんですか？一つの。まあ、これも多様性ってことですかね。ね、なるほどくん、なんで？さあね。人生きてると色々あるんだよ、まゆちゃん。胃袋さんのことですけど、あんた今日はよくも、いい加減なこと言ってくれたね。あの大スターの胃袋ちゃんを、こともあろうに、犯罪者呼ばわりするなんて。おばちゃんは許さないよ。本気で怒ってるぞ。いいか、胃袋ちゃんはね、おばちゃんの目をごますために、煮干しの着ぐるみを盗むような、そんな卑怯なことは絶対しないんだ。まあ、そう信じたいところはある、正直。被害者だし、今回。まあ、とりあえず、こういう、あんまり、もう、調べるしても意味ないな。移動して、とにかく移動してみよう。見るもんは結構見てるから、変化があったら見るけど、撮影は今日も中止か。一回ぐらい見てみたかったな。明日の法廷で決着をつけるから、それから見に来ればいいよ。そうだね。睡眠薬の瓶ってここで見つけたんだよね。そうだよ。他にも何かないかな？うおー！ダメっす！触っちゃダメっす！キャー！犯罪者かな？いや、すまんっす。もしかしたら驚かせてしまったかもしれないっすな。もしかしなくても驚きました。いやいや、たまには自分もドラマティックに決めてみたいっす。ドラマティックときたか。古本。とにかく、ちょうどそのテーブルの皿を調べるっす。もしかして睡眠薬の？そうっす。痕跡を調べるっす。そうね。そうだ。睡眠薬、盛られてる可能性があるんでしょ？ニボサブさんに。皿。睡眠薬の痕跡を調べるってどうするんですか？詳しいことは持ち帰って調べるっすけど、今ここで軽く調べることができるようにと。鑑識の先生が試薬かな？試薬かな？試薬品って言うもんね。試薬を持ってきてくれたっす。反応があれば薬の色が変わるっす。わあ、面白そう。糸の子さん、早く。ママ、そう、慌ててダメっす。仲良しかな、ここの二人。ここの二人、なんか仲良さげだよね。いいね。糸の子さんも別にな。なんか、みつるぎとは違って別に犯罪者は捕まえたいっていう思考だと思うから、いい人だし、多分。その差だよね。お皿に垂らした薬の色、はっきりと変わったっすね。どうやらこの皿には睡眠薬か。そういうことっすね。今、若干、糸の子さんから、今一瞬いたね。一瞬
なるほどさんだったのに戻せなかったね。すいませんね。ステーキの皿、睡眠薬の痕跡あり、スタッフエリアで発見、大きな骨が残されている。はい。捜査について。捜査の方はどうなっているんですか？実際のところ、大騒ぎっす。このまま煮干しを追求するべきだという意見と、容疑者を切り替えるべきだという意見で真っ二つっす。糸の子さんの意見はどうなんですか？悔しいっすが、自分は煮干し犯人説は違うと思ってるっす。いやー、やっぱりいい人やな、この人。やっぱ煮干しではないんじゃねえかっていうのを思い始めてますね。三剣賢治にはまた申し訳ないことを。そうね、要は同じ組織だからね、一応はね。そういえば三剣賢治はどうしてます？それがもう大荒れっす。控室で熱いコーヒーを入った紙コップをひねりつぶしたっす。はあ、もうやけどっす。まあいい君だ。紙コップね。コップ、瓶。お、なるほどさんが何か考えている。そういえばあの小瓶どうなりました？あれか、渡したんだっけ？指紋があるっていう風に聞いたやつだね。はい、睡眠薬の瓶っすか。あんたにはいいニュースっす。瓶から被害者胃袋たけしの指紋が発見されたっす。めっちゃ言ってくれるじゃん。めっちゃこっち側についてくれるじゃん。え、もうなんか転職しない？なるほど法律事務所に来ない？糸の子さん、なんかさ、推理キャラのなるほどとさ、ヒロインの迷いちゃんとさ、腕っぷしキャラの糸の子さんでいい感じのスリーマンセルになるんだけど。来てくんないか。でも来てくれちゃったらね、操作してもらえなくなっちゃうもんね。まあしょうがないですね。ということは、どうやら煮干しを眠らせたのは被害者だったみたいっす。やっぱり証拠品、睡眠薬の小瓶のデータが法廷記録にファイルしたと。ん？おかを法廷ファイルに記録した。なるほどな。調べるでここら辺変わる？あ、まあ、それぞれあれなんだよね。シーンが切り替わると、また変わるんすよ、ここら辺。変わるっていうか、もう一回見れるようになるんですよね。前回は結構そういうのカットしたんですけど、前回とか前々回ぐらいか。そうね。まあ、多分、あんまり見て、新しいものが出ることはないかな。本当に、なんか、いろいろと、詰まっちゃったら見まくるけど、片っ端から。お、スタッフさん。あ、こんにちは。どうしたの？こんなところで。楽屋の片付けをちょっとね。もうニボサブさんが使うこともないし。どうして？ニボサブさん明日無罪になるんだよ。それは本当にありがとうございます。でも、ショッキングすぎる。殿様、今週で最終回なんですよ。最終回とは？待って、胃袋さんから聞こえちゃう。胃袋さんのことなんですけど、はい。事件当日、あの二人、第二スタジオに行ってるんですよ。行ってるんですよ、か。第一スタジオじゃなかったんですか？しかも、殿様の着ぐるみを盗んでいるんだよ。胃袋さん、なんでそんなことを？やっぱり？あの噂本当だったのかな？噂？詳しく聞かせてもらおうかな。胃袋さん、姫神プロデューサーに何か弱みを握られていて、何でも言いなりになっていたみたいなんですよ。確かに大きい作品じゃなくて、この人の作品ばっかり出るようになってるってのは、協力してくれみたいなことなのかな。弱みって教えて。弱みというのはその人の後ろぐらいの部分、弱点です。後ろぐらい部分、後ろぐらいか、要は暗いって、室内が暗いの、暗いの後ろぐらいね。はいはいはい、知ってるよそんなこと。5年前ここで胃袋さん主演の映画を撮っていたんです。当時できたばっかりだった第二スタジオで、その撮影中に何か事故があったらしいんです。それ以来第二スタジオは使われなくなっちゃって、その時のセットが今もあるんです。あ、それがあれ、それがあのコテージセット、あのコテージか。最終回、こっちもね聞きたいね。トノブ様、終わっちゃうの？はい、でもしょうがないですよ。人を死なせてしまったんですから、現実の世界で。セカンドシーズンやるかもよ。第2期始まるかもよ、まよいちゃん。それに、撮影事務所では、撮影所かな、これからは一切子供向けの番組は作りません。どうして？まあ人が死んでるっていうのが割れちゃってるからじゃない。私も寂しいんですけど、でもそれが撮影所の方針なんです。まあわかりますよ。撮影所の方針一応聞きますか。でも、これは俺の予想でしかないからね。どうして子供番組を作らないのかな。の偉い人たちは殿様を、この事件のことを忘れたいんです。あー、そっち？そういうこと？スタッフが忘れたいからなの？
あの、悪印象があるからじゃなくて、誰にも触れられたくないんですよ。あ、まあ誰か触れるだろうね。そんなの、勝手な話だよ。殿様が好きな子供たちはどうすればいいの？大丈夫ですよ。きっと子供たちだって、すぐに新しいヒーローを見つけますから。悲しい。そんなことないよ。今いきなり番組が終わったらみんな悲しむよ。なるほどくん、何か言ってよ。え、そうだな。ここは言葉で言うより、証拠品の力を借りようか。なるほどな。これを見てほしいんだけど。これだろ。僕の知り合いのね、キュータくんって子供がいるんですよ。くらえ。これは、ファンの子がたった一人で集めた写真だよ。子供たちは、殿様が大好きなんだ。大人たちの都合でいきなり打ち切りなんて、スタッフなら、そんなことしちゃダメだよ。心に響くか。そうなんですよね。わかりました。私にできることありますか？あるよ。聞かせてほしいんだ。そこまで隠したがる A と撮影所の秘密を、5年前の事故のこと教えてくれないか？わかりました。さっき選べたけど、多分これをやんないと下が本当は選べないのかな。選べないか、あの話の内容が変わるかかな。聞かせてくれないか？5年前何があったのか。はい、私の聞いていることをお話しします。5年前の撮影で胃袋さん、人を死なせたみたいなんです。え、人？あ、もちろん事故だったんですよ。それでうまく立ち回ってもみ消したのが姫神プロデューサー。やってんね、姫神さん、やっちゃってんね。それが胃袋さんの弱みですか。だから胃袋さん、姫神プロデューサーの言いなりに。でも事故だったんなら公表しちゃえばよかったのに。確かに当時、胃袋さんは大スターでしたから、何としても隠しておきたかったんです。まあ、それはそれで胃袋さんも良くない部分がありますね。そうだったんだ。警備員のおばちゃんならもっと詳しく知っています。その頃からこの撮影所にいましたから。ありがとう、聞いてみるよ。あのおばちゃん、話してくれるかな？話してくれる感じはしないけど、まあ、とりあえず移動しましょう。おばちゃん、話しに来たぜ。ちょっと悲しいけどな。なんだよ、あんたたち。まだいたのかい？そんなにここが好きなら、おばちゃんの代わりに働くかい？おばちゃん、元気ないですね。みんな、胃袋ちゃんのことを忘れようとして、必死だよ。撮影所がここまで大きくなったのは誰のおかげだい？みんな、胃袋ちゃんのおかげじゃないか。おばちゃんが愚痴をこぼしている。危険だよ、なるほどくん。どうすればいい？話してくれるか？5年前のことなんですけど。あんた、誰にそれを？それは。あのスタッフの名前マミヤっていうの？マミヤ？なるほどくん、スタッフの子の名前だよ。とにかく、聞いたんですよ。胃袋さんの撮影所の事故で人を、死なしちゃったって。あんたたち、そうやって、人の昔をほじくり返して、楽しいかい？いや、これは煮干しさんを助けるためですから。胃袋ちゃんが煮干しの着ぐるみを盗んだって？そんな言いがかり、おばちゃん信じないよ。それとも何か証拠でもあるのかい？あるんだよな。ごめんな、おばちゃん。おばちゃんには悪いけど、あるんですよ、証拠。胃袋さんが着ぐるみを盗もうとした証拠は、どっちだろうね。こっちがいいかな？まあ、どっちもなんだけどね。まあ、指紋ついてる方がわかりやすいでしょ。こっちかな。これが証拠です。なんだいそのせこい小瓶は。睡眠薬です。胃袋さんの指紋がついています。それがどうしたんだい？胃袋ちゃんだって眠れないことあるさ。その薬を、ああ、こういう流れになるのか。煮干しに使ったという証拠あるのかい？ああ、これ心痛すぎるぜ。あの日、お昼に骨付きステーキを食べましたね。食べたけど。これはその時の煮干しさんの皿です。睡眠薬の痕跡が見つかっています。そうかい。かわいそうにね、胃袋ちゃん。やっちゃいけないこと、やっちゃったんだね。おばちゃん。あんたには負けたよ。話すとしようか。おばちゃんも、ちょっと疲れちゃったからね。おばちゃん。確かに、今から5年前、人が死ぬ事故があったよ。まずいことに、芸能記者が写真撮っちまってね。その写真をめぐって大騒ぎさ。その大騒ぎを収めたのがあの女姫神だよ。あいつ暴力団。すげえ女だな。
暴力団とつながりがあってさ、芸能記者たちを黙らせたんだ。それからだよ、あの女が A とでかい顔するようになったのは。そうだったんですか。おばちゃんの声、私どういう感じだったか忘れちゃったけど、なんか適当に喋ってるけど、でも分かってやってよ、イブグロちゃんに悪気はなかったんだ。おばちゃん、ちょっと待ってな。なんかおばちゃんかわいそう。辛いな、推しだったわけだもんな、イブクロさんが。これ持ってきな。写真ですか？何が載ってんの？はあ、だからあそこ曲がってたんだ。これはその時の写真だよ。ここは第二スタジオのコテージですか？イブクロちゃん、階段の上で悪者と戦うシーンでね、相手役を花壇の鉄柵の上に。なんでおばちゃんがこんなものを。昔のことだよ、話したくもないね。わかりました。事故があったということだな。ここで事故があったという証拠は手に入ったわけだな。さて、じゃあどこに移動するんだ。じゃあ鉄柵調べに行くか。おっと、こっちに移動したらすぐに変わりましたね。今回順調だね。あんま迷ってないですね。事件があった日、胃袋さん、殿様の着ぐるみを着て、ここから第二スタジオに行ったんだよね。そうだね。でも何のためかな？ヒゲアニプロデューサーか監督が呼び出したのかな？いや、殺しに行ったんじゃねえか？お、一番怪しい姫神さんじゃんすか。ジャッス。あ、なるほどくん、姫神プロデューサーだよ。こんにちは。返さないね、挨拶を。こんにちは。おっと、挨拶は社会人の基本だと習ってねえんかな。おおほほ、圧が強いね。無気になっちゃダメだって。負けねえよな、こっちも。雲を見てる？ふざけやがって、絶対こいつ任してやるぞ、俺は。雲を見てるの、私。終わりみたいだな。話してくれますか？あの、事件当日、胃袋さんここへ。聞こえなかったかしら。雲を見ているの、私。他のことに興味はないわ。なるほどくん、ムカつくよ。俺もムカつく。やれやれ。はい、煮干しについて。煮干しさん犯人じゃなかったんでしょ？これでまた、殿様続けられますね。はぁ？もう飽きただと？貴様。犯人だ。なるほどくん、こいつが犯人だよ。私のあやさときの霊力がそう言ってる。やれやれ。ほんと面白いな、この子。監督について。うざい監督のことなんですけど、どうしてもあの男の話をしたいなら、コテージの中でやってもらえるかしら。私は抜きで。やれやれ。なんか見せるか？これ見せるって、意味あんのかな？証拠増えてきたね。待って、A で見れるのか一応。はいはいはい。もう一人いるね。ん？これが姫神さんか？左側にいんの姫神さんかな、これ。あ、ぽいね。今フード被ってっからパッと見わかんないけど。もう見せるか、とりあえず。なんか反応する？見ようともしない。それ。は、はい？どこで拾ったの？それは、大場ね。大場、おばちゃんね。なるほどくん、警備員のおばちゃんの名前だよ。だいぶ名前を忘れんねえ。なるほどね。私もスタッフの名前忘れてたけど。はい、とにかく、姫神さん。もうあなたはこの事故を、あなたはこの事故をもみ消す代わりに、胃袋さんを自由に操っていったんですね。風。え？なんですか？強くなってきたわね、風が。面白い話。続きは、コテージでゆっくり聞かせてもらうわ。おっと、見せるのトリガーになった？トリガーになったっぽいね。待って、これ、見て変わる？変わりませんね。変わりませんね。コテージの中ありますか。はい。ふん、来たわね。じゃあ、続きを聞かせてもらおうじゃないか。なんか雰囲気が違うぞ。姫神さん、あなたはこの事件をネタに、胃袋さんを自由に操っていたんですね。
ひびくろさんは格安の出演料で子供番組の悪役を。ふん。人を脅迫犯よ、脅迫者呼ばわりかい？だってあなたのやったことはそうじゃないですか。確かに事故で人を死なせてしまったけど、それをネタに胃袋さんをスターの座から引きずり下ろして。お待ち。私は引きずり下ろすなんてことはしてないよ。胃袋のやつが勝手にダメになっていっただけの話だ。でも、その原因になったのはあなたじゃないんですか？不運な事故だったのに。ちょいと。何さ、さっきから事故って。どうして事故だと決めつけるんだい？なんだと。どういうことですか？物分かりが悪いね。事故じゃなかったらそれは何さ。考えてみるんだね。まさか、胃袋さんは、恋に？ああ、そうさ。証拠はあるんですか？はん。そうじゃなかったら、5年間も人の言いなりになんか、なるかい？私は、この5年間あいつを顎で使ってきたんだよ。でも、警備員のおばちゃんはあれは事故だったって。ああ、あの女は胃袋のファンだったからね。写真を持って撮影所にやってきた記者に飛びかかっていって、ボコボコに殴られながら、その写真を奪い取ったぐらいだ。おばちゃん、つれえ。つらいな。だからおばちゃん写真を持ってたんだ。バカな女さ、そんなもの。ネガ？ああ、昔のあれか、昔ってか、最近も使うんかな。写真を増やす装置みたいなやつだね。いくらでも現像できるのにね。でも、今となってはこの世に残ってる写真は、それ一枚だけだ。渡してもらおうか、それ。何言ってるんですか？これは大切な証拠。あんたたち。あ、これ、この方たちは、プロ。何でも揉み消すのがこいつらの仕事さ。お前たちも揉み消してやろうか。何？法廷は明日が最終日か。残念だったね。明日の法廷お前たちは欠席してもらうよ。なぜ？どうしてこの写真にこだわるんだ？この写真があったからって別に、今回の事件はわからないんじゃないかな。そんなに重要ってことかい？これは胃袋さんの闇だって、ひぐまい桜にとってはどうでもいいことなのに、それを揉み消そうとするってことは、お前犯人だって言ってるようなもんじゃないですかね。考える時間はたっぷりあるさ。じゃあ、暴よう二人さん。始末は頼んだよ、あんたたち。いやー。糸の子さん助けてー。糸の子さん来てくれたー。ちょっと待つっす。話は聞かせてもらったっす。被害桜、ちょっと、署まで来てもらうっす。この、4人相手に、どうするんだ。なかなかやるじゃないか、坊や。どうやら勝負は、明日の法廷ということになりそうだね。楽しみにしておくよ。終わる？井戸の子さんありがとう！大丈夫っす？ちょっと、英語のタイミングが遅れたっす。まだまだ勉強不足っす。刑事さん、ありがとうございました。私たち、怖かったよ。何？これが仕事っすから。かっこいい。ほれそう。井戸の子さん出勤。どうしたんですか？一度、このセリフ、言ってみたくて刑事になったっす。ちょっと子供の頃思い出したか。ああ、じゃあ自分はこれからもう一仕事あるっす。縁があったらまた会うっす。どの子さん、いい刑事やで。さあなるほどくん、いよいよクライマックスだね。姫神さくら、どうやらターゲットは決まったみたいだな。当然だよな。続く。テンション上がってきたな。はい、皆さんご視聴ありがとうございました。ムービンでした。今回は以上にしようかなと思います。次回はね、また法廷編に戻るかもしれません。今回は比較的スムーズだったね。あんまもう証拠もないのかな。今までの証拠をうまく使って、あと矛盾点をバシバシつくことで解決できると思うんで、またよろしくお願いします。じゃあご視聴ありがとうございました。ムービンでした。バイバイ。